スーパー戦隊スピリッツ2021、2日間お疲れ様でした。スーパー戦隊スピリッツ、皆さんこんにちは。スーパー戦隊が大好き、そしてスーパー戦隊ソングが大好きなコバブルです。僕が毎年楽しみにしているスーパー戦隊スピリッツが今年も無事開催され、僕はオンライン視聴配信で楽しませていただきました。同時視聴生放送をしながらだったのですが、皆さんと一緒にライブを楽しんでいる気持ちを感じられて楽しかったです。ありがとうございました。この動画では今年のスーパー戦隊スピリッツの感想を話そうと思うのですが、その前にまずスーパー戦隊スピリッツとはなんですけど、歴代スーパー戦隊シリーズの主題歌挿入歌を歌唱されているご本人がステージに登場してパフォーマンスをするライブです。まずご本人が登場するというのがすごくて、今やスーパー戦隊シリーズは45作品もありますから、その全ての楽曲を披露するわけではないとしても、たくさんの歌手の方々が関わっています。なので毎回出演者数がすごい人数います。皆さんご自身の歌を 2,3 曲歌って、MC もそこそこに次の方へ交代というのの連続で、ワンマンでライブしているような方もたくさんいらっしゃるので非常に豪華です。そして昭和から平成、令和まで幅広い世代のスーパー戦隊ソングが披露されることも特徴です。こんなライブ他にはないので、全てのスーパー戦隊好きに存在を広めたいと思っています。ちなみになんですけど、今からでも配信視聴チケットを買えばアーカイブを見ることができますよ。ただ11日木曜日の23時59分までなので、見たい方はお早めに。ではここからは今年のスーパー戦隊スピリッツ2021の感想を話していきますね。まずは何といっても今年も開催していただけたことに感謝です。昨年から始まったオンライン視聴配信も継続していただけたことで、僕も家から楽しむことができました。ありがとうございます。しかも今年はオンライン配信視聴チケットが去年に比べて少し割引されていたんですよね。通常4000円のところが GoTo キャンペーンにより3200円でお買い得でした。あと昨年はグッズ販売はありませんでしたが、今年は会場での物販もあったようですし、事前に通販でも買える仕組みができていました。1日目で印象に残っているのは、GOGO5 の主題歌などを歌っている石原慎一さんが感極まって泣いてらっしゃったことですね。毎年ド派手でワイルドな衣装の山形幸男さんは、今年はなんか象の刺繍のされた大きなのれんのようなものを体に身につけて登場されていました。ちょっと一言では説明できないようなものすごく個性的な衣装でしたね。遠藤正明さんが久しぶりにスーパー戦隊スピリッツで歌ってくれたのもとても嬉しかったです。ただ一つ残念だったのは、出演予定だった宮内隆之さんが体調不良により出演されなかったことです。僕は宮内さんの歌うバイオマンのオープニングがめちゃくちゃ好きなので、来年こそは元気な歌声を聴かせてもらえることを楽しみにしています。もうほんと早く元気になっていただきたいです。2日目は2年ぶりに佐藤健太さんのパフォーマンスを見られたのが一番嬉しかったです。僕ターボレンジャー大好きなんですよ。ライブの後半戦でファイブマン、ターボレンジャー、ライブマンと昭和から平成への移り変わりを遡る感じのセットリストになっていたのが、僕の中ですごく盛り上がりました。そして最新のスーパー戦隊ゼンカイジャーの曲も多数披露されました。主題歌を歌う鶴野武史さんの初参戦も嬉しかったですし、佐々木勲さんと堀江光子さんの全開合体ジュラガオーンを聴けたのが最高でしたね。そして毎年会場となっていたゼップ東京がなくなってしまうので、今回がゼップ東京で行われる最後のスーパー戦隊スピリッツとなりました。残念ながら僕は去年今年と会場には行けませんでしたが、それまでたくさんの思い出があります。ありがとうございました。今回で15回目だったスーパー戦隊スピリッツ、僕は今年で7回目の参加だったのですが、毎年このライブでエネルギーを充電させてもらっています。もうほんと生きがいとなっています。次回は見に行きたいという方はバースデーソングさんのツイッターをチェックしておくといいですよ。オンラインでも非常に楽しめたのですが、来年こそは会場に足を運べるといいなと思いつつ、今回の動画を終わります。コバブルでした。また次の動画や生放送でお会いしましょう。スーパー戦隊スピリッツ、バイバーイ。